はい。それでは、音読しましょう。これは準一級の、えー、っと、英文、要約の問題です。えー、っと、サンプル問題と似たような問題を作ってみました。日本語から読んでいきます。本来、あの、テストでは日本語はありません。えー、っと、でも一応日本語の訳と本文、そして日本語の訳と要約文、 答えの、まあ、サンプルみみたたいいいなもんですす。けど、それを読みたいと思いますこれは小さなお子さんにはああ確かに難しいです。まあ、大きな大人にも難しいんですけど。でも、えっと、こういうふうな日本語も英語もただただ聞き流しで聞いてるだけで、えー、これから先の準備になりますので、えっとまあ、ご飯食べたり、それから遊んだりしているときに、 まあ、そこら辺にあのスマホ置いといて、えー、と画像をそのまま見せながら、えー、音を出してもいいと思います。そういうふうな感じで英語を勉強できると思います。これは甘いって言われるかもしれませんけどそうなるのにあんな役に立たないという人もいっぱいいると思いますが私は実体験からかなりこれ役に立つと思うんです。はい、何十年もかけてずーっといろんな生徒さんを見るとそういう生徒さんが結局はあの まあ、バイリンガルとはいかないまでもねあの、私より英語が話せるようになってるっていう、<laughs> それを考えると、えー、これをこのまんま、日本語もそのままね、流してっていうふうに、まあえーっと、小さなお子さんの場合には、えーまあ、聞くだけ、まああのちゅ、集中して聞かなくていいですよ、なんかやりながらだったり、それからもうどっか行っちゃっても構いません、途中で飽きちゃったら、えー。聞かせるっていう感じじゃなくて、流しておくっていう感じね、音楽みたいなもんですか。 じゃあ、読んでいきましょう。はい、一緒に読みますよあ。読める人はね。読める人はね。はい、読みたい人はね。はい、いくぞ。はい、1、2、3。1980年代から2000年代初頭にかけて、米国の多くの公立公園はゲストに入場料を請求していました。しかし、新たに選出された地方自治体は、環境教育に協力的だった。それは 庭園の入場料を無料にするために、庭園に財庭に財政的支援を提供するという画期的な政策を導入しました。その結果、植物園を含む多くの公立公園への入場が無料になりました。この政策の支持者らは、この政策により公共公園へのアクセスが広がり、多大な利益がもたらされると主張した。 学歴や収入レベルに関係なく個人は庭園にある膨大な植物のコレクションを体験しこの国の植物遺産について学ぶ機会を持つことになる研究によるとこの政策の実施後無料になった公立公園への訪問者が平均70%増加したことが示されていますが批評家たちはこの政策は完全にし成功したわけではないと主張しています。 この増加の主な原因は同じ人が何度も庭園を訪れていることだと彼らは主張した。さらに入場料を徴収している一部の私立公園では、この私立庭園では、この政策が悪影響を受けたと報告した。人々が料金の支払いを避けるために公立庭園を訪れることを選択したため訪問者数は減少し、民間庭園は財政的、財政難に直面しました。 From the 1980s to the early 2000s, numerous public gardens in the United States were charging their guests admission fees. The newly elected local government, however, was supportive of environmental education. It introduced a groundbreaking policy to provide financial support to gardens. So, that they would eliminate their admission fees. Consequently, entry to many public gardens, including the botanical garden, became free of charge. Advocates of the policy argued that it would broaden access to public gardens, uh, resulting in substantial benefits. Individuals, regardless of their educational background or income level, would have the chance to experience the ex extensive collections of plants in gardens and learn about the nation's botanical heritage. Although studies indicated that visitors to public gardens that became free, Increased by an average of 70% following the policy's implementation. Critics argued the policy was not entirely successful. This increase, they claimed, mainly consisted of the same individuals visiting gardens multiple times. Moreover, some private gardens with admission fees reported that the policy adversely affected them. Their visitor numbers dwindled dwindled because people were opting to opting to visit public gardens to avoid paying fees, causing the private gardens to face financial difficulties. 1980年代から2000年代初頭にまで、米国の公立公園は入場料を徴収していました。地方自治体の新しい政策により、えー、財政的支援を提供することで、これらの手数料が廃止されました。これにより訪問者は70%増加しましたが、そのほとんどはリピーターによるものでした。指標からは訪問者が 有料の施設庭園ではなく無料の公立庭園を選択したため入場者数が減少し経済的に困難になったためこの政策は施設庭園に損害を与えたと主張したこれはなんか長さとしても、まあ、どちらかというとネガティブな方を多く要、えーまあ、約した感じがしますよねこれはもっとポジティブな方を 多く予約してもいいかもしれません。人のちょっと取り方によって違うんで、そこら辺は多分 OK だと思います。そのくらいの違いはね。じゃあ読んでいきます。From the 1980s to the early 2000s, US public gardens charged admission fees.A new local government policy eliminated these fees by providing financial support. This led to a 70% increase in visitors, though mostly from repeated visitors. Critics argued that the policy hurt private gardens, which saw decreased attendance and financial difficulties as visitors chose free public gardens over fee based private ones. 貼り付けておきますので、自分でこの問題をやってみてくださいね。